使える。体幹トレーニングということで。体幹を鍛えたい。そうですね、体幹トレーニングを。お願いしようかなと思います、今日は。了解しました。はい。じゃあ一通り、まあ、どのぐらいですかね、中級レベル。中級レベル、で中級レベルで。中級レベルでいいですか。はい、中級レベルで。わかりました。であとは、一応なんか写してください、これ書かれてるの。ちょっと同意できるようでした、こちらに。命の保証を。お願いします。大丈夫ですか、中級レベルなんで。隊長。はい。隊長じゃない、隊長の分もサインしておきました。連名。野田っち。はい、連名してきました。じゃあ早速トレーニング行きましょう。お願いします。お願いします。基本のメニューでいきましょうか。基本のメニュー、はい。ちょっとカメラマンがまたどっか出かけちゃった。カメラマンが固定しますか、どっか。はい。じゃあ初中級レベルのとりあえずプッシュアップでいきましょうか。プッシュアップ、はい。じゃあノーマルで。ノーマルで。30回。30回。ここ、そのまま乗っていいですか。はい、大丈夫です。プッシュアップ、30回。おへそも一緒につくぐらい。そうだっけ。4。体幹も鍛えてるので、しっかりとグラつかないと。5。ちょっと腰がぐにゃつくんで。腰が。しっかり腹圧高めて。これからですよ。そうそうそう。息吐いて引っ込めたまま。引っ込めたら、はい、息吐く。8。9。9。10。ラスト。肩甲骨がよりよい。お願いですよ、ね。えらい。隊長、お願い一。お願い。じゃあ30やったことで30。やりますよ。12回しかやってないですけど。30やりました。30やりました。いや、ちょっと肩甲骨周り大事なんで、はい、ちょっと今度じゃあ、じゃあこっちにしましょう。はい、体幹も鍛えたいんで、片足上げて、同じく30。30。なるほど。本当に30回やったらこれができなくなるってことですね。もう注意伸ばしましょう。ピンと。お尻出さない。下げて。これぐらい。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。OK。いや、これ。なんか、僕自分一人で出てきてやると30回余裕でできるんですけど、なんか。これね、やらされてるのと、フォームチェックされてる。このフォーム違う。フォームチェックしながらやるのと、大体みんな違う。8ミリか。30。はい。あれかけそっちは。そうです。いいかい。はい。2、3、4。テニスの考えね。常にバランスを崩されることがあるので、そこでしっかり体幹をと。はい。はい、30。OK。あと、ちょっとテニスやると、はい、こう上げた動作とか、はい、ですか、はい、横の動作、はい、ちょっといろんな位置があるので、はい、上下、ちょっと腕の位置を変えて、はい、で、この時体傾かない。あ、傾かない。このまま、まっすぐのまま、30。30! はい。1。これちょっと傾いてますね。傾いてる。こうなっちゃって。こうなっちゃって。こう。そうです。2。30。OK、30。で、手に変えて。これ、30。中級ですよ。中級30なんですか。3じゃないですか。はい、はい、1。本当は30ですけど、あれがちょっとここが油断できた。2の。3。30。30、OK。30。30。30やるんですか。はい、もうムキムキになったかもしれない。肩甲骨と大事なのは肋骨あばら肋骨です。肋骨ね、はい、肋骨ね。なるほど。大腸理論。大腸理論。はい。でちょっとじゃあ、あとちょっと揺すりたいんで、はい、このままちょっとぐるぐる
回します。これならできる。ぐる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 っと、この方を持つ時に、その時に心拍計も鍛えたいので、はい、ちょっとぐるぐる回るので、ね、キューキューそれに。休憩ちょっと体調チェンジ、体調チェンジ、ちょっとね、これいじもいたいんだ。いや、いじもいたいでな、しょうがない。あの、全然来てないです。いじたいんでしょうがないです。これ、崩したらいいんですか。あ、崩したら全然大丈夫です。あの、そんな全然痛くないんですけど、普通にうちあの、そんなきついトレーニングしてないんで、楽しくやるのがトレーニング。あ、楽しくやるトレーニング。で、ぐるぐる回りながら、体調、歌は得意ですか。え、腕立ては得意ではないですね。あ、歌は得意です。歌得意ではないですけど、中中トレインのあのぐるぐる回るのを歌えます。あの、英語ですか。あの、ぐるぐる回りながら歌ってもらって、あの、心拍計も鍛えないといけないんで、テニスは。なるほど。はい。え、片足で。あ、両足でいいです。あ、両足で。両尻もうちょい下げて、腹圧を高めて、息吐いて。こうですか。はい。歌どうなったって。そうで、肩甲骨を少し柔らかく使いますね。あ、いい肩甲骨の動かし方、いいですね。30なんで、体調1回目なんで。体調1回目ですよ。そう柔らかく。で、腰落ちてきたんで、ちょっとまっすぐで、そう腹圧高めて30 OK。 歌えない OK。 体調流ルートレクセでいきましょうか。お、いいですね。そうですね。で、背中も締めて、胸と背中意識でプッシュアップ。で、ちょっと前に入りすぎなんで、前足側に体重もちょい持ってきましょうか。 OK。 で、胸から突っ込みます。いいですね。 OK、 素晴らしい。で、そのまま片足上げて下ろしましょう。そう、いいですね。背筋がまっすぐ来る感じですか。そうですね。で、結構お尻上げちゃう方いるんですけど、はい、基本的に体幹を鍛えたい場合にはまっすぐですね。30足入れ替えて、もう一回きついでしょ、大丈夫。はい、普段自分でやるんですね。そうですね。で、背中が反りすぎもダメなんで、ちょっと腹圧を息吐いて引っ込めて、そうまっすぐにして、はい、お尻は上げない。30 OK、30 片手は近めで、片手はちょっと離す。はい。こういう感じで、そのまま、よいしょ。あ、肘一気つけます。はい。よいしょ。余裕があれば足上げて。よいしょ。よいしょ。30回やったら入れ替えて、よいしょ。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 正しい方に立てますか？完璧かな。お、全然いい。入れ替えましょう。足上げてた。あ、入れ替え。手これどうですか。そう。で、こっちはちょっと伸びてるぐらいで。はい。うわ、もうちょっと伸びます。はい。そう。で、そう。今、僕たち体幹がこう傾かないんで、完璧です。傾かない。悪い例は、こうなるとかですか。そうですね。悪い例だとこっちに寄ったり。そうですね。バレちゃうけど。悪い例までありがとうございます。僕たちは素晴らしいので。素晴らしい。8、9、30。オーケー。なるほど、声まっすぐした体幹で鍛えられます。野田家は回ってもらいましょうか。あの、肺活量鍛えたいんで、肺活量しっかり歌いながらね。歌いながら、みんなお客さんやってるんで。はい、みんなお客さんやってるんで。ゲーム終わったらゲーム。歌えないんで、僕知ってる歌でもいいですか。ダメですか、あの、ファン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 しか分かんない。ファンファンしか知らん。ファン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 。ねえねえねえ。旅のときめき、青く色、チューチュートレイン。チューチュー。オーケー。チューチュー。30オーケー。なんかもう胸おしまい。胸オーケー。はい、オーケーです。腕は鍛えたいんですけど、まあ、ちょっと腕はしょりましょうか。はい、背中ですね、大きな筋肉。怖い筋肉いきます。こっちですね、はい、サーブとか今日習ったあの体調の何でしたっけ、弱ナイフ、はい、スライス、あれなんか外旋バージョンでしたっけ、打ち削り打ち削り、はい、打ち削り、ね、使うんで、はい、ここを鍛えますか、はい。
はい、懸垂ですね。まず懸垂、ちょっと正しい方なんですが、はい、若干こっちに引きたいんで、あ、広めで小指からぐるっと、はい、この後背筋、逆三角形の筋肉の方が引っ張ります、はい。で、胸張って、胸を当てるようにして引き上げる。すごい。筋肉すごいですね。ですね、で今日あの僕らが着用しているのがですね、インパクト T シャツと言いまして、でこうインパクトの、ね、ロゴと、まあ、ちょっと後ろを見ていただけるとこうあれですよ。実はですね、こう体調だけちょっと違うんですよ。ちょっと体調いいですか。体調だけ、まあ、ここよく見ると体調っていうオリジナルの体調、そして後ろなんとこうこれアンクレっていうね、テニスサークルのと体調っていう風にちょっとカスタマイズができることもあるそうです。カスタマイズもできるということなので、まあ、ちょっともしね興味のある方は、まあ、あのご連絡 LINE の方かなんかでいただければ多分お安くやっていただけると思うので、はい、ぜひあのインパクトとご自身のオリジナルとか完全にオリジナルで作りたい、チームで作りたいっていう方はぜひあのご連絡ください。ちなみにちょっと脱ぎましょうか。脱ぐと、脱いだのはね、こっちなんだ。テニスっていう遊び、あ、これもオリジナルだ。実は私もオリジナルをいただいて、ちょっと気づかなかったです。オリジナル。テニスと遊び。テニスと遊び。テニスと遊び。ありがとうございます。いつもお世話になっております。インパクト様。インパクト様。あれ、僕の前。いやでもこれめっちゃ生地いいですよね。生地、うん、生地いい。スポーツしやすい。2年前なんですけど。あ、2年前ですか。全然もう。週5は来てるね。週5。あ、週5来てるんですか。15来てるのにもう全くこう下手らないトライ系のということで、はい、まあ、興味ある方は、まあ、僕のテニスショップなり連絡くれるなりぜひよろしくお願いします。お願いします。